あ、魚だ。飛びかかれ。にゃにゃーん。にゃにゃーん。にゃにゃーん。と、尻尾をつつくと、ものすごい勢いでダッシュする、その名も、猫まっしぐらを作ります。にゃにゃーん。まず、折り紙を裏返し、半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけていきます。折りやすいように全体を回します。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このように横の折り筋ができています。この折り筋が縦になるように90度回し、そしてまた半分に折ります。同じ工程を繰り返していきます。半分に折り、折り筋をつけたら広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。ここまで折ったら、真ん中のこの部分だけ広げます。この状態にします。そして、この中央の手前から、このように、向こうからこのように、折り筋をつけます。まず、この中央を押さえ、右、手前をこのように折り、1、2、2ブロック分、このように折り筋をつけます。続いて、右奥を、このように手前に折り、1、2、2ブロック分、折り筋を折ります。続いて、左側は1、2、3ブロック分、1、2、3ブロック分、斜めの折り筋をつけます。まず、左手前を奥に折り、1、2、3ブロック分、1、2、3ブロック分折り筋をつけました。今度は、奥を押さえ、左奥を手前に持ってきて、1、2、3ブロック分、1、2、3ブロック分、このように折り筋をつけました。今度は、
右側、この折り筋で立てます。右側をこのように前後はこのように三角に潰し、右側はボックス状に立てます。このように立てます。そしてこの三角の部分で潰し、外側からこのように潰し、この上の部分折りたたみます。折りたたんで根元は潰し、このように板状に立てます。このような形を作ります。これが猫の尻尾になります。続いて左側も同様にこの折り筋で立てます。このように前後は三角に閉じ、左側をボックス状に組み立てます。このようにボックス状にします。ボックス状にしたら同様にこの三角部分を潰します。潰してこの上の部分閉じて板状にします。このように前後に折って根元にしっかり折り筋をつけます。この三角部分、下にある三角部分を裏に折ります。こちらも裏側に折ります。そして全体をこのように山折りします。裏はこのようになってます。こうすることで続くとつづつつづつと移動します。左側に猫の顔を作ります。このギザギザに閉じてある部分、このように開き、上のこの2つの四角を広げます。その下はこのように三角に潰します。ボックス状にします。さらに耳を作ります。耳はこの角をこのように折ります。白い方を見せるように、このように折り、二等辺三角形を作ります。二等辺三角形の頂点がこの折り筋の上に来るように、これで耳を表現します。さらにこの角と二等辺三角形の左の角、ここを結ぶラインでこのように折ります。山折りして顔に丸みをつけます。立体感をつけます。左側も同様にこのように白い部分を手前にして二等辺三角形を作ります。そしてこの角と
この二等辺三角形の角を結ぶラインで折り顔に立体感を作ります。形を整えます。このようにシールなどで目を表現するとさらに可愛さ倍増です。ここの角度は90度ぐらいにします。これで猫まっしぐらの完成です。机に置いて尻尾の部分を上から叩くとツツツッと進んでいきます。この尻尾が斜めになっているとまっすぐ進まないので必ずまっすぐになるようにしてください。さらにこのように何かターゲットを置くと楽しいです。ぜひ作ってみてください。あ、魚だ、にゃにゃーん。